にがりさんのその名前の由来って何なんですか？は適当、もうなんか両方とも適当。いや、赤い謎はこう野球をやらせてもらってた時にその赤い謎って呼ばれてた時期があったんで。え、野球をやっていて？やっていて。どこら辺が赤い謎だったんですか？あの練習着が一人だけあの赤いのを着てて、みんな白で赤いのを着てて、なんか赤いと稲妻になっちゃうんで、つい